自分で簡単本格ガラスコーティングシアザン50。ラブカス TV 川口学です。兵藤凛香です。今日はですね、新潟県のですねこの苗場プリンスの近くにあるですね駐車場に来ておりますけれども、今回ですね私と兵藤さんですね GR の雪上試乗会ということでやってきました。で今回はですねさまざまなあのコンテンツがですね用意されていて、まあ、あの勝田選手のですね道場とか、さらには自分で運転して体験とかですねいろいろ盛りだくさんでありますけれども、これをですね体験していこうと思います。で兵藤さんはですね今回、まあ、あの雪上試乗会ですけれども、こういう雪上試乗会は初めてかな、2回目ぐらいですね、はい、なのであの兵藤さんもですね雪道も慣れていただくのもあのトレーニングも兼ねてですね参加するということで、はい、今日はどうでしょうか。ちょっと楽しみは楽しみなんですけど、それよりも緊張とかなんかやらかさないかなっていう心配がかかってます。なるほどございます、はいはい、というわけでですね今回はそんなですね試乗会の模様をお届けしていきたいと思います。でこちらのですね車、これが AT の車ですね。なのではい、2ペダルでございます。そして、はい、AT のレバーありますけれども、プラスマイナスもですねこのような感じで、前に倒すとダウン、そして手前に引くとアップということで、まあ物理の法則に従ったですねこの配置にもなっているということです。もちろんこのような感じでですねパドルもついてますので両方で操作できるものになってますけれども、まあ今回これがですねトピックと言えるものですよね、はい、さあこれが装着されているインターマックス03でございます。このような感じで今回の試乗車にはですねこれらが装着されているということですね。ちなみにこちらはウィンターラリー用のですねタイヤでございます。なのでこの辺りのブロックが全然違うのがよくわかるかと思います。サイプはねもちろんこう入ってますけれども、隙間がこうかなり空いてる感じですね。さあ、雪上試乗コースの状況があんまり良くないということは、いきなり完熟せずに走行なので、無言です。あ、ここダメだ、ここダメだ。すごい、でもめっちゃあのこれほんと2ペダルでよかったわ。これマニュアル無理だわ、これこの忙しいコースで。これね2ペダルでねあの乗ってるからこそこれができるというか、サイドも引きやすいし、これクラッチペダルあったら僕はね多分操作できないですよ。そういう、はい、というわけで今とりあえず1回走りましたけれども、まあかなり忙しいコースなのでこれはあのマニュアルはちょっと思いやられますね。ちなみにこのエアリスのマニュアルの方は兵藤さんに運転してもらいますので、ちょっと兵藤さんがあのどんな感じなのかを見ていただければと思いますので。なんとか走っております。サイドなしで走るというすごい、うわー、踏まっています。
ハンハンしてきちゃいましたあと一周行きます。はい、いやめちゃくちゃ楽しい。でも楽しいちゃんとコースの上を走ってくださいはい、お先が危険です。ちょっと回りそうに、はいはい、とりあえずでも危なげなく走ってこれました。はい、はい、まあまあ上出来はい、上出来にしてますで、ちょっと歩いてみます緊張した。はい、どうでしたか走ってみて。最初どうなるのかちょっと想像できなかったんですけど、うん、しっかり曲がってくれるので、うん、すっごい楽しく走れましたね。でやっぱ雪道だと速度域が、うん、あの低くても滑らせられるので、うん、落ち着いてこうカウンター当てたりとかできたので、うん、すごい楽しく私勉強になりましたね。はい、はい、まあ、カウンター当て遅れてましたけど、ね、はい、はい、ありがとうございました。さあでは GR ヤリスの AT ですね、これで行ってみたいと思います。モードはですね、グラベルでございます。で、2シュートのことなので、これさっきあの GR カローラーを隣に乗ってもらって見てたんですけれども、マニュアルでめっちゃ忙しかったんですが、それに対してどんな感じあるか兵頭さんに、はい、見ていてもらえれば多分違いがですね、分かりやすいと思います。あ、でもやっぱり GR やる人の方が全然回答性がいいな。これめちゃめちゃ回答性がいい。すごい GR カローラーよりもくるくる回っていく感があってここはやっぱりコンパクトなモデルならではのそんなですね、回答性の良さがありますね。すごいね、あの飛び出しそうになってもコントロールしやすいんで、そこが全然違いますよね。カローラとカローラやっぱり大きくて多少重い感じがどうしてもあるので、安定感はあるんですけれども、やっぱり良し悪しですよね、そういう意味ではね。危なこんな感じですね。はい、まあこれでもかなり忙しいんですけれども、やっぱり MT と比べると全然こっちの方が楽そうでしょ。いや全然楽そうです、ゆとりがありますね。ね、はい、なのでもう私あのこの AT が出た時から推奨してますけれども、これはねあのサーキットも含めてね AT でも全然楽しめるし、むしろ AT の方がいろいろですね安全に走れるんじゃないかなっていうところはありますね。はい、次は同じく GR ヤリスですね。で、これのですね MT ということで、さっきはですね AT 乗ってましたので、おそらく忙しさの違いが明確になるのではないかと思います。じゃあ2周ほど行ってみたいと思います。はい、マニュアルが気になって運転できない。あば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 。回りすぎました。回りすぎました。余裕が全然違うんだよね。ほとんど変速してないんだけど、うん、やっぱ気になっちゃってる。そうですよね。そう、そこが。はい、というわけで、はい、走りました。やっぱり余裕の違いは明白ですか。明白ですねやっぱこう、まあ、変速結果的にはもうずっと2速であんましてないとはいえ、うん、その DAT の方が
余裕ありますよね。やっぱあのまとまりがあるっていうか。まとまりあるし、はい、本当はでもクラッチ切ってあのそういうコントロールとかもできるけど、このコースだとそれも今いらないから、そういう意味ではね、ちょっとやっぱり AT の方がね走りやすいなっていうところですね。はい、はい、じゃあこのまま GR カローラ行ってみたいと思います、はい、さあじゃあ次は最後 GR カローラ乗ってみたいと思います。まあでもこのコースは比較的低速なんで、あのそんなにクリティカルな感じにはならないですけれども、じゃあ行ってみたいと思います。ヤリス2台を乗った後感じます。おーわわわわ、やっぱりでかいな、車重が全然違うな、流れがね、あのちょっと慣性がついて流れていっちゃう感じがあるんで、そこがあの大きく違う部分かもしれないですね、これね。ヤリスの方がくるって回転するのに対して、こっちはですね安定感があって、あのしっかり踏ん張る感じっていうのがあって、まあ、それが上にだから安定はしてるけれども、逆にこう回らせようとするとちょっと難しかったりするし、こういうところもタイトなところでちゃんとですね前から入れてってあげないと、動きのですね残りが結構あるんで、それが結構大きな違いになってきてますね。やばいやばいやばいという質量の違いがもうもろにこう出るというですね、そんな印象でございます。それはなんか隣に乗って感じますか？いや全然違いが感じますね。大丈夫やっぱヤリスの方がどんどん前がクイ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 入っていく感じが、そうだよね、全然違いますね。それに対してまあちょっと重い感じみたいなのが、ね、はい、どうしても出るよね。はい、はい、というわけでですね、乗ってきましたけれども、はい、GR ヤリス2台そして GR カローラ1台ということで、兵頭さんとですね2人で乗っていただきました、はい、実はですねこの後兵頭さんはですねまた AT を体験しますけれども、その後ですねあのカメラを回そうとは思ってますので、はい、ちょっと見ていただければと思います。鳥さん楽しみにしてますはい、どうですはい、よろしくお願いします。 D で、さあ兵頭選手は体験でございます。 GR ヤリスの 8AT の、めちゃくちゃ滑りますね。うわThank you.
い。すごい。D でこれいけるのすごいですね。はい、これ。バンパー外れた。え？どこもつけてないのにね。バンパー外れた。今プラモデルみたいにくっついちゃうんです。すごい。ポンポンって叩くだけで。はい。ありがとうございます。さあ、そして次はですね、私川口学がですね、行ってみたいと思います。まあ、あの先ほどですね、兵頭さんの道場を見てかなりすごそうだなと思いましたけれども、果たしてどんな風になるか、ちょっとノリさんにできる限りインタビューしながら行ってみたいと思います。車はですね、 GR ヤリスの 8AT で、まあ、ラリチャレ相当の仕様が入っている車ということなので、乗させていただきます。じゃあ勝田選手にちょっとお願いしたいと思うんですけど、はい、これ今回このサイドブレーキが移設されているやつですよね。そうですね、もうこれ製品化されてる状態だと思います。はい、そうですよね、はい、で AT ということですね、はい、これが AT ですね。でマニュアルモードで、普通今まではトヨタは、うんうん、アップなんですよ。はい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 、はい、アップダウンダウンなんですね。はい、なんですけどこれはダウンダウンアップアップです。こう G の向きに合わせて。なるほど、乗車と合わせてます。はい、じゃあとりあえず D で一回行きます。はい、あ、これが D か。左足ブレーキ、はい、あ、なるほど、へえ、すごい。もう何も操作いらないね、もう本当にあのマニュアル操作がないので、勝田選手もね、集中してますね。やっぱりプロも集中できますか、はい、プロも集中できますか、はい、2ペダルだと。で左足のブレーキ乗せられるんで、ええ、危険回避も十分できます。あ、そうか、それ、ブレーキでタイミングを取ることもできます。すごい。そうか、ブレーキでタイミング取れるんだ、はい、ステアリングのタイミングが結構重要なんですよ。アクセルも重要なんですけど、いつでもこう左足でこう調整できるんですよね。へえ、すごい、はい、ありがとうございます。そうか、2ペダルになったことで、はい、まあ、あの操作が集中できるのはもちろんですけど、はい、足の方の、そうですね、そうか、マニュア、あのシフト操作って、マニュアルって、こうブレーキを移さないといけないですよね。はいはいはい、だからものすごい大変なんですよ。なるほどなるほど、はい、この足の切り替えもないんで、はい、そこが楽だということですね。ものすごいこうタイムが取りやすいです。おお、はい、なんかあの見ててもすごいね、こんなこと言ったら失礼ですけど、楽そうに、楽そうですよね、はい、運転されてましたんで、はい、すごくいいです。ありがとうございます、はい、さあ、今回のですね、試乗車改めて見ていこうと思いますけれども、まずはこの GR ヤリスですね、はい、RG のハイパフォーマンスというモデルでございます。もう皆さんにはお伝えしたと思いますけれども、このようにバンパーなんかがですね、変わって分割式のものになったということで、まあ、実践から学んだですね、進化を反映させているというのが今回の特徴ですよね。で、リアの方はですね、このような感じで一文字のですね、テールレンズになったのが特徴ということで、このあたりもですね、まあ、これまでの経験から変更を行って、リアのですね、バンパーに入ったバックランプなんかも移設したということですね、まあ、交換しやすいような、そんなですね、ものになっております。で、今回はですね、この改良が行われたのに加えて、まあ、この試乗車はですね、はい、マニュアルですけれども、他にもですね、DAT のモデルがありますけれども、それがまあ、今回のミソということでございますね。これももちろん試乗車としてあります。でさらに今日はですね、こちらの車 GR カローラのですね、これはあの勝田選手がデモランしてくださったですね、車そのものですけれども、これはですね、まあ、これラリチャレ仕様ぐらいなのかな、あのラリーパーツがですね、いろいろと入ってるもので、タイヤもこのような感じで、はい、ラリータイヤがですね入っています。これダンロップのラリータイヤ、先ほどですね、紹介したものが入っているということですね。そして、まあ、こちらがですね、ラリチャレ相当の GR ヤリスということで、これはですね、実際に道場走行で使わせてもらった
1台ですね、あの我々が隣に乗ってですね走ってもらったやつで、まあ、ラリチャレの市販のパーツを入れてもですね結構なパフォーマンスがあるというのはですね道場のところでお分かりになったかと思いますけれども、そのようなですねパーツを組み込んだ車ということでございます。はい、という感じで、様々にですねこの車が並んでいるということで、まあやっぱりあのこうして見るとですね、GR の4駆モデルかなりですねこうバリエーションも増えてきましたし、広がりが出てきて、なおかつ実戦でもですね投入されて、ラリーはもちろんですけれどもサーキットでもですね楽しく走れる車があって、さらには GRML とかですねオジェとロバンペラのですね特別仕様とか、もう本当に広がりが出てきております。で今回はですねそのうちの GR カローラと GR ヤリス、これのですね雪上性能を試すということで、まあいろいろですね走らせていただいているということですけれども、やっぱりですね今回肝なのはですね、向こうのあのホスピーのところにセリカ GT4 がですね2台展示されてるんですね。この意味合いというものは何なのかというのはですね非常にあの期待したいところですけれども、私が推察するに、まあ、あえてですね今回あそこにセリカの GT4 のですね2台を持ってきて展示しているということはですね、まあそのうちですねこういったモデルの後継もですね作るのではないかというですねアピールなのかなというふうにも思います。ですのであの実際ですね、はい、セリカを見ていただくとこんな感じになっていてですね、まあ往年のですねこの GT4 胸厚な人も相当多いと思いますし、まあここ開催されている場所がですねナイバプリンスでございます。ナイバプリンスといえばですね、もうユーミンのコンサートが昨日もあって、明日もあるというタイミングですし、何よりも私をスキーに連れてったとシンクロしている人は多いと思いますけれども、まあそういったことをですね、いろいろと思わせるような、そんな仕掛けが今回の試乗会には、隠されているのかなというふうに僕は感じたので、これは今後のですね展開にも期待したいなというふうに思います。そしてですね、今回 GR ヤリスのですね、開発責任者である斉藤直樹さんですね、インタビューもちょっとしてますので、こちらもご覧いただければと思います。 GR-B の良さみたいなのってあるんですか？やっぱり GR-B の良さっていうか良さですね。でも車としてはエンジニアリングとしては古いわけですよね。基本的には昔の車っていうことですよね。あ、それもちろん世代は、ね、はい、世代はね古いってことですよ。昔の車ですけど全然追いついてないです。それはどういう端的に、それが分かると僕らも苦労しないんですけど、なんであんなに雪の上で安定して頭入るし、頭入った後踏んでってもちゃんとこう、前輪と後輪のバランスを取れたままスライドコントロールできるんですよ。 GR ヤリスはまだそこまで至ってないです。フロント入れても路面の変化とか、はい、フロントが逃げてったり、うん、まあ、オーバー出てくれる分にはコントロールできるんですけど、はい、フロント逃げてったらもう減速するしかないんですよね。で、まあ、結局あのパーキングブレーキ引きながらこう修正していくんですけど、 GR-B は私たちの先生は全くそれなんです。私たちの先生というぐらいの、いや本当に先生なんです。へえ、すごいですね。それは何なんか、それってディメンジョンみたいなのとかも、もちろんディメンジョンも違いますので、それも一つかなと思うんですけど、特にまあこういう雪面に来るとタイヤが まあある意味ミューが下がってくるので、車のそのボディの剛性から、サスペンションでアライメントで駆動系、特にデフ、前後のデフなんかの作り方、まああと四駆の方式も私たちと違って、はいはい、センターデフは、はい、それももう一つ有利な点があると思いますけど、まあとはいえ四輪が設置して、うん、四輪が書いて均等にトルクを持って、うん、前後左右、そこがまだちゃんと僕ら解明できない。もう雪の上でも適面に出てきます。 そうですか、はい。とはいえ、まあその言ってるレベルは高いパフォーマンスのところでの話ではありますよね。まあ、かなりそうですね。ラリードライバーの皆さんに、まあ、のりさんとか森蔵さんもそうなんですけど、うん、はい、そこまで運転していただくと出てくる。で、私たちそこやんないと、うん、結局このモータースポーツでこう取り入れてた時は、はい、で、かつ運転のレベル、私たちのアマチュアが乗ってもやっぱりどっかでそのところに行く時がある、はい、その時に車がしっかりコントロールできないと、うん、車としては面白くない、うん、安全じゃないし、うん、もう突き詰めていくんですけど、まあ、正直私たち20年間
やってなかったので、うんうん、まだ追いついてないです。そういうもんなんですね。年数経っちゃいいわけじゃないんですけど、まあでもそういうノウハウを、うん、まあ、今も蓄積していって、はい、まあ、今これ今目の前にヤリスがありますけれども、カローラなんかにも生かしていくし、今後の車にも生かしていくっていう、あの正直それを、ね、あの手に入れて、実はこのいわゆるスポーツカーだけじゃなくて、一般車の四輪の使い方っていうのにも絶対フィードバックできるので、あのこんな特殊なことをやってるつもりはなくて、将来の走りに絶対生きていく。今 GR ヤリスと GR カローラだと基本的なコンポーネンツは、まあ、同じじゃないですか、はい、で、まあ、今それが考えられる、まあ、あのベストなものとしてやってると思いますし、まあ、GRB の話はさておき、まあ、そういうところに行けるような開発をされてると思うんですけれども、さらになんか新しいその器とか、ああいうユニットとかパワートレッドとかみたいなところを持ってた方がもっとそのこういった場面で良くなるとか、まあ、今後なんかそういったことっていうのも考えているんですか。あの新しいユニットに行く前に、僕たちまだこのユニットでしっかり車の基本性能をどう作り込むか、うんうんうん、四駆をどう作るかということをまだ、ね、いいとこ行ってないので、はい、今もうとにかく使い倒して、うんうん、しっかりこれで車の動きの、まあ、限界超えたところで、うん、コントロールできるところまで行ったら、その後次のユニットをどうするかということを考えたいと思います。まあ、でもこのパワートレーンまだまだ伸びしろという意味では相当、たくさんあると思います、はい、やればやるほど、ね、あの壊してもらったら壊したで次が技術が見えてくる、面白いです、そういう意味では。なんかあれですね、GR のブランドとして、まあ、最初にこの GR ヤリスがあって、そこから派生するいわゆる四駆系の GR4 のモデルっていうのが、まあ、おそらくその GRB もそうですし、森蔵さんがね、昔僕にこれ乗ってんだよって見せてくれたら、それが多分 GRB だと思うんですけれども、ね、はいはい、そういうところをやっぱ目指して、その世界観みたいなところっていうのを実現するための、まあ、これらっていうことなんですか。あの楽しいですよ、そういう意味で追いかけてるから追いかけている追いかけてるって本当楽しいんですよ、はい、でも今もう WRC も含めて、はい、世界の頂点に、ね、はい、立ってるわけじゃないですか、はい、まあまあでも優勝もね何度もしてますしね、はいはい、そういう意味でもでもまだまだそれでも足りない。いや WRC でもやっぱりそのモータースポーツの中で優勝しても次優勝できる保証全くないんですよ、はい、なので私も本当この世界入ってくる前まで、うん、モータースポーツってなんか華やかな世界、うん、優勝したらもう、ね、パーティーしてっていうイメージだったんですけど、うん、実際に現場に中に入って一緒に油にまみれてこう仕事してると、もうレーシングチームの皆さんって、うん、優勝して終わったらすぐ、ま、いやもちろんガッツポーズするんですけど、はいはい、次のこと考え始めるんですよ、うん、あれ飲み会やらないのそんな世界にいて、もうこれってでもね本当にたゆまない改善だし、うん、まあ、彼らも それを楽しみやってるんだなと思って、うん、僕はね本当経験させてもらって、車作りも一緒だと思う、はい、その車作りでいうと、その斉藤さんがその目指してる、はい、まあ、ゴールはないのかもしれないですけれども、はいはい、思い描いてるものっていうのはどういうものなんですか。まあ、GRI さんはもうかなり熟成もされてますけど、まだまだこれからもあるとは思いますけれども、はいはいはい、それ以外も含めてどんな車作りを、どんな車作り、はい、あのこの車作りをいかに続けていくかなっていうことだと思った、うん、さっきね加藤さんおっしゃっていただいたゴールないって、はい、そうするとそのゴールがないことに、継続してチャレンジできるチームというか人材を次の世代も作っていかなきゃいけないと思って、うん、そういうマインドを持った人とか、うん、あとモータースポーツ好きな人、うん、それからモータースポーツ好きの方々にこういう車をデリバリーして、まあ、どういう車が今後出てくるか分かんないですけども、そういう若い人たちが作るまた次の楽しい車をいかにこう作っていく
環境も含めてそういうところを提供できるか、はい、ちなみにあれあちら閉まっちゃいましたけど、なんかあの先ほどあちらにセリカありましたけど、なんか意味あるでしょうか。いや、もうあれはみんなの憧れですし、はい、正直このね、GRIS やっていく時もセリカ GT4 って本当に勉強したんですよ。2016年の年末、はい、よくやるぞって森田さんが言った時、はい、技術部の図書館に行ったんですよ、はい、でセリカ GT4 の SD165 とか185の技術報告書を読み漁ったんですよ、はいはい、だけど読み漁った報告書は書いた人がもう残ってないんですよ、20年前なので、はい、そうすると何がそこで起きたか紙だけなので、結局最後の美味しいとこ何も残ってなくて聞く人もいなかったので、本当ほぼゼロスタートになっちゃったんですよ。だ あれが縄手つかどういう失敗をして、どういう改善をしたかと思って、まあ正直わかんないですし、だからこれね切っちゃいけないです、はい、ずっと継続してスパイラルアップしていかないと人が残らない、うん、そういう意味では、まあ、ある意味象徴的な存在です、はい。まあ、今回の私の勝手な想像ですけれども、この場所に持ってきたっていうのはそれなりに意味があるのかなと期待してますけれども、目が泳いでますけれども、こういう意味で、あのでも本当 GR4 って、はい、あのセリカそれからその SD165 それから185、うん、でスバルのインプレッサーでランサーエボリューション、いろんな先生がいる中で作ってきてるので、未だにその背中を追いかけてる意味で言う とこの場所でもこの、ね、雪の上で楽しめる車はイコールサーキットとかハイグリップのところでもコントローラブルになってくると思うので、うん、皆さんがこう安心して踏んでいけるドライバーがこの車作りをやりたいと思います、はい、そしてその背中を追いかけてる車たちを追い越そうという勢いで作ってるわけですよ。もちろんです。この先の展開に期待しておりますので、もう本当チームで全員で頑張っていきます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでですね、今回は様々な体験をしてきましたけれども、兵頭さんいかがでしたでしょうか。いや、想像最初は心配の方が勝ってたんですけれども、はい、やっぱねちょっと走るとらもう楽しさの方がもう圧倒的に勝ちますね。で、思ったより自分の思った通りにコントロールすることができたのでちょっと嬉しかったです。はい、ありがとうございます。というわけでですね、今回ですね GR の雪上試乗会 GR ヤリスとカローラをですね乗って、さらに勝田選手のデモランも体験させていただいて、そしてですねセリカがですね展示されていたというのも非常に興味深い部分で、セリカ分かります？もちろん分かります。分かります。あのラリー好きなので、ね、なんであそこに展示してあったんですかね、はい、なんでですか ねちょっとここのあたりがね非常に気になる将来的にも楽しみなところかと思います、はい、そんなわけで GR の雪上試乗会からお届けしました。最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカーズ TV でやってあげてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価、いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカーズ TV 川口学と兵頭凛香でした。ありがとうございました。